広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は左の中村、対するドラゴンズの先発は右の松坂、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。ドラゴンズピッチャーを交代します。松坂降板、左の柿越、今日2人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、スライダーボール。第3球を投げました、ストライク、タイミング合いません、ボール。第5球投げました、見送ってボール。第6球を投げました、インコースヒット、ネオダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球投げました、初球スローカーブ、空振り、タイミング合いません、打ちました、いい当たり、石垣ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第1球投げた、初球を打ちました、サードの左、アウト、スリーアウト、チェンジ。柿越、中軸をピシャッと三者凡退に仕留めました。8回の裏が終わりまして2対1、カープこの回無得点です。ドラゴンズ1点差に届かず敗れました。本日の試合は広島東洋カープが勝ちました。勝ち投手中村恭平、負け投手松坂、西武長川。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき